パのこの本誰が書いとんねん。基本的には警察と用意ドンって一斉に出るってことはあんまりないよね、さっき言ったみたいに警察が先に行くわけですね。ドラマみたいに、あの新聞社が先に犯人に到達するってことはまず普通はないんです、だけど唯一あのそういうことがあり得ることがありまして、それは警察が例えば事件じゃないと、これは事故だと、自殺だって言った時に、それがいやいやそうじゃないでしょってなったことが、まあ2回ぐらい、あの栃木県に行った時にある温泉地、まあ湯西川温泉ってところ、 山の奥の方の温泉地なんですけど、雪がまだ残ってる時に雑木林で東京の高校生の子が投資して見つかったんです、投資隊で。でその時にその所轄の警察署に電話をして、いやこれどうなんですかと言ったら、事件性ないよっておっしゃったんですね。で雑木林から橋を渡った反対側に3軒民家があったんです。で50メートルぐらいしか離れてなかったんです。だからもし遭難だったら、まあ、山奥とはいえすぐそばにあるから、まあ、ないなと、でも今度じゃあ自分で亡くなったってことだったら、どうして死ねるかと、その子は綺麗にこう服着てたっておかしいなと思って、いやこれは例えばこう腕なんかで首を絞めたりすると跡が残んない時があるんです。ああこうじゃなかったらこうやったらだ、警察に聞いてもなんかあんまり要領を得ないんで、自分で行ったんでしょうがないと。そしたら1軒目の家にピンポン鳴らしたら、あの腰の曲がった人の良さそうなおばあさんが出てきて、でいやこの女の子なんだけど見なかったかなって言ったら、見たよって、おおでその子一人だったの、いや男の人と二人でいた、ってなって、でその子もう一回見たのって言ったら、いや見ない、でじゃあ男の人どこ行ったって言ったら、いや一人で歩いて温泉街の方に行ったと。ってなりますよ、すごいスクープじゃないですか。でその時に、おばあちゃんこれ警察の方来たって言ったら、来ないよって言ったんですよ。で、あこれは滑らせてるなと、滑らせるっていうのは、まあ、いわゆる事件であるのをこう事件じゃないってやっちゃう、聞かんかったら分からへんもんね、たまにあるんですよ、あるんや、で、あそれだと思って、で姿を消した男の行方を追うって書いたら、捜査当時の捜査一課 あの幹部の方と某新聞社の記者が僕の悪口を2人でずっと喋ってて、はっきりワイドショー以下という言い方をされましたんで、うわこっちはもう事故で片付けとんねん、あんたが そんなこと言うんだったら、あんたが言ってこいと、僕生意気だったんで、交番からやり直したらいいんだみたいなことを言っちゃったんで、その人もなんで言うんすかそんなの、いやいやいや激怒しちゃって、たんで、ね、でまあまあでもその後結局それは容疑者は捕まったんですよね。それは警視庁の火災警察署ってところでひき逃げを起こしてたんです。あそいつが、でこれは殺しちゃったって思って彼女を呼び出して、でそのまま栃木に行って死んでくれ、心中を しながら自分は全然無傷でそのまま逃げちゃったんですよ。でその火災警察署 あの副署長さんに、いや栃木は事件じゃないって言ってるんですけどって言ったら、いやあいつら何言ってんだよ、あんなもんあいつに決まってんだろって、でそこでもそのいやもう僕は嬉しいとか言ってこの方々と拍手して、ワイドショー以上でしたでもそれはまあもううまくいった。でもこれはね、でもしそのまま調べなかったら事故で解決されたかもしれない、ね、ってことっすよ ね、そっからは警察にはちょっと大きな顔できるというか、その自分の悪口言ってた、まあもう僕はあんまり警察であんまりペコペコするの嫌だったんで、態度でかかったですね、もうこんな仕上がりになりましたね今全然違う、まあ、いろいろちょっとね、やっぱ失敗もしてやっぱり失敗がね人を丸くしますよね、いやちょっといけこれじゃいけないなと素晴らしいある国の大使館で、カジノをやってると、あアウトレイジや、あそうです、アウトレイジの元になった話、ある時に、そこ保安課ってところがやってるんですよ、警視庁の保安課って、だ管理官がおいって僕を呼ぶんで、特ダネだよ特ダネって、であんまりそういうことってないわけですよ、昼間何ですかって言ったら、あるホニャララって国の大使館で夜な夜なカジノやってんだよと、でうちは入れなくて、違い大使館は違い保険だから困ってんだと、書いてね、
何とか炙り出すってのはどうだって、あいいんですかと、そしたら書いてくれって、それでまあその貼って、はい、でいや確かにこう来るんですよ、で芸能人の方も来てましたよ、で、あこれは間違いないって、でバーンと書いたんですよ、そしたら突然電話がかかってきて、いや今すぐ来てくれと、はい、某大使館だけどと、で行ったらガーッと開けて、ほらないじゃないかと、うわあんたどうしてくれんのと、そしたらもう弁護士さんと、その日本何々友好協会の専務理事って、もうどっから見てもこれにしか見えない方と、あと2人ぐらいいたんですよ、ね、で大使夫人がいらして、大使夫人はビービー泣いてるわけですよ、もう旦那になんて顔向けしてうーとか言って、新聞社にこんな嘘ばっかりとか、いろんなところで演技が行われて、やばいと、こっち一人ですか、一人です、うわ、はい、やばい、どう責任取ってくれるんだと、やばいな、はい、そしたらそのもう弱り果てて、あの保安課長のところに行ったんですよ、相談したら、いやこういうふうに言ってきてるんですと、いやーさやさくんなんつって、ガラガラガラっと引き出し開けて、これちゃんとうち撮ってんだよねって言って、バカラ台をみんなでこう運び出してる写真、警視庁が撮ってるんですよ、どういうサプライズそれ、さあそれ撮ってて、ああって言って、ちょっとそれ貸してくださいとか言ったら、ピューっとこうやられて、警視庁の備品ですとかペッてやられて、いやいやいや、ドラマやな、どういうドッキリこれ、なんだ、だから貸してくれないんですかと、はいはいはい、切り札ですよこちらでしたら、だからあとはもうあなたの裁量で何とかしてくださいって言われちゃったんで、でもう一回行きまして、ちょっとお話がありますと、で行って謝罪と訂正はできませんと、で実は今日来てないんだけれども、カメラマンがあなたとあなたとあなたが午前7時56分に外階段からバカラ台を運び出してるのを、うちのカメラマンが写真撮ってんだと、嘘やけどね、嘘やけど、みんな知ってんですよ、で今僕に対してそのわーって言ったのを撤回するんだったら、僕もここは水に流しますんで、それまでわーって言ってた弁護士さんとその専務理事さんが、いや別に俺たちはことを荒立てようとして言ったら、で前の日までは外交関係の問題になるぞ、国際問題だぞ、お前どう責任取るんだって、奥さんビービー泣いてるんですよね、奥さんもビービー、大使夫人がビービー泣いてる、大使夫人もすっかりなんかこんなことになってて、でもしゃべないな、それでしょうがないんで、いやもういいですねと、じゃあもうこれで終わりにしてくださいよと、でこうポケットを手突っ込んで、もうブルブル震えてたんですけど、ね、そこはね、冗談じゃねえよみたいな感じで、もう忙しいのには冗談だよみたいなこと言って帰って、もうここはさすがに見えないだろうなってところまで曲がって、もう腰が痛いですよ。お前もう番外大泉さんやなもう、ね、次の日に仲良くしてた警部補さんのとこ家に行ったんですよ、そしたらお前バカだなっていう、 あれはなと、課長が策を設けて、で朝日とか読売のあいつだったら、あいつは慎重だから書かないから、産経のあいつバカだからあいつに喋れば書くって、話全部できてんだよお前って言われて、ってなって絵描かれてたんや、もうそれにまんまと載せられて、まんまとやな、警視庁怖いみたいな、いやもうそっち側の話も聞きたい、いやもうそれ、ね、バカだからさ、すごいなその人、ね、いやその課長様で、ね、すごい人です、すごいっすね、はい、へえ、おもろ、最後にこの本で斉藤さんが伝えたいことは何でしょうか、はい、おそらく編集者の方の意図とちょっとずれちゃったような気もするんですけど、基本的には送検って何とか逮捕ってどんなのあるのっていう感じで書いてたんですけど、途中でなんか自分の失敗談みたいな話になっちゃって、本当は編集者は何もっとなんかこう専門用語とか専門用語ちゃんと噛み砕いて書いてくれっていうオファーだったと思うんですけど、途中からなんか自分の話ばっかりになっちゃって自助伝になってる、編集者の言うことも聞けないわがままやわ、もう不適合者ですすいません、私からいきます、はい、まあ事件報道の裏側と言ってましたけど、多分まあそういうことじゃないですよね、多分もうリストラ YouTuber の裏側です、ね、もう自分のことだけしてお前書いてあるのいやいやもう、はい、もう何にも言い返せませんはい、どうでしょう、この本、うん、おそらく間違ってる部分もあると思います
もうね。まだもうまあ記者やからな。まだあるのもうな。よかったら使ってください。はい、ありがとうございます。使うか。